はい、皆さんこんにちは、バンテック露木でございます。今日のウィークデーバンテックなんですが、こちらジルノーブル新しくね生まれ変わりまして、やっと埼玉の方に到着しましたということでね、このジルノーブル、改めてご紹介していきたいと思います。まずですね、このジルノーブルパッと見てわかるかな、デザインがかなり変わりました。実はね、幕張でも飾っていたんですけれども、内装の部分ちょっとまだ完璧に新しくなっているところがなくてですね、いろいろご案内が不十分だったんですけれども、今回はもう完全に新しいやつね、届きました。前まではね、ガンメタリっていうのかな、だったんです、塗装されてたんですけれども、これでジルのデザインが全て統一されたような形になります。マットブラックにシルバーのラインということで、ジルとかジル520もそうなんですけれども、前から後ろにバーッと広がっていくようなデザインになっていて、特にこの下の部分ね、船をね連想させているということで、まあね、このジルノーブル高貴なジルということでね、船の旅、船旅っていうのが一番高級ではないかということで、ちょっとねその旅も意識した部分もあって、下が船になってる。後ろを見てみましょうか。これね、すごいのは前からずっと来て後ろまでこうつながってるんですね。一本のラインでつながってる。そして後ろのラインになってまた前に行くっていう形なんですけれども、ジル520とかもジルもそうなんですけど、キャビンからずっと一本線にこう通すような、そんなイメージになってます。今回はね、後ろまでがっつり通してるんで、これでより一体感の出るデザインになってるかなと思います。ジルシリーズってなんか最近この黒シルバーみたいな、全部なんかラインそうだと思うんですけど、黒シルバー、黒シルバー、これ意味知ってます？これはね、光と影を意味してる。こっちのシルバーの方が光で黒い方が影、影があるからこそ光が生えて、光があるからこそ影が役に立つと。ここの部分も前のジルノーブルはガンメタに塗装してあって、カーボンのステッカーが貼ってあったと思うんだけども、そういったカーボンのステッカーも今回全部廃止になって、ここの部分のデザインってジルは黒のラインだけ、ほんでジル520はシルバーのラインだけ、そして新しいジルノーブルはなんとシルバーと黒と両方ラインが入ってる。そしてこちらジルノーブル、しっかり車名もね入ってます。このマーク、このマークはね、今までジルノーブルにはついてなかったんですね。これも、つくようになりました。5代目のジルからこの紋章がついたんですけれども、ジルノーブルは5代目のジルよりも前に発売されていたモデルだったので、初代がなので、このエンブレムついてなかったんです。なので今回からジルの紋章がつきました。ジルって書いてあるらしいんですけど、見えますか？ジルノーブルのモデル名貼ってあるんですけれども、これね、実はね少しフォントも変わってます。他のジルと合わせてね、ちょっとこう細くなって、優しい感じ、より、気品あふれるロゴデザインになったのかなと思います。絶妙な場所に絶妙なサイズであるっていうのかな、主張しすぎない形でね、ここにもジルノーブルの、ロゴとジルマークついてます。さらにね、いろいろ、エクステリアの部分変わってます。ちょっとねそこ変わっていくところも案内していこうかな。まず窓、透明の窓だったんですけれども、これもジル5とか、あとジル520と同じプラットのスモークがかった、窓になりました。前のはボコってなってたけども、ここフラットだし、コンビロールの操作もすごい簡単になりました。ジルノーブルって実はステップ、電動ステップがオプションだったんですが、はい、こちらね、電動ステップも標準で付くようになりました。そしてね、今何気なく僕ガチャってやったんですけど、これね、と思われる方多いかもしれません。今までね、ジルノーブルってここのドアのキャッチの部分が金具のやつだったんですけれども、これも520とかジルと同じようにちょんってワンタッチでいくような、ドアキャッチになりました。ポーチライト、これもね、今までは電球だったんだけれども LED の
セキュリティライトタイプになりました。うん、これも今ジルとかジル520と同じやつになったのかな。もうこれ実はあの結構ジルノーブルの、お客様に結構言われていたことで、ジル520とジルには、ついている部品がなんでジルノーブルついてないんですかみたいな形で、今まで実はあの電動ステップとかもね、こういうポーチライトもオプションでお願いしたんですけどもね、ジルシリーズということで、一新してね、もう全部標準装備しましたと。まあ元々のね、このジルノーブルっていうのが後に出る5代目のジル、そして、ジル520という形で、高級路線に引っ張ってくれた一番最初のモデルかな。今までにないようなちょっとこう高級感あるデザインに、そしてこのジルノーブルをもとに、ジルの5代目がアップデートされて出て、そして今度ジル520がアップデートされて出てという形でジルシリーズ変わっていきました。今のジルのブランドを作ってくれたのがこのジルノーブルではないかと思います。そしてやっぱりジルノーブルといえばね、この後ろの大きい大きい収納庫、開けてみましょう。はい、見てください、こちら大きいですね。こっちのね、奥の方も手入んないんだけれども、こっちからやります。これは大きな特徴だね、ジルノーブルのね、大きな特徴になると思います。これ多分俺入れんじゃねえかな。え、なんかそれ、はい、入れ入れって言ってるそれ。え、言ってる。しょうがないな、入るのかな。あ、やべえ、入る、ほら、はい、これ一追記入りますね、完全に。これでもあの荷室なんでね、外に出ることはできないので、これドア今これ閉められたら、ずっと出れません。しかもあのベッドはね、これ中とは貫通していないので、本当にここで閉められたら僕終わります。閉めないでね、だからこれ振りじゃないよ、本当に閉めないでね、やめてやめてくれ。いやだから閉め閉めここの窓、これがね結構ねいいなと思います。実はねこっち側がねキッチンになってるんですね。声ひっくり返っちゃった。キッチンになってるんですね。でここちょっと開けながらやることもできますし、で上円盤みたいなのついてるのも分かるかな、あのマッシュルームみたいな換気扇がついてますんで、換気扇がそこから、換気扇で吸い込んだ、排気は全部そこのマッシュルームのところからひょーって出てきます。サイドオーニング、これもジルノーブル標準でついてます。まあ前からついてるんだけどね。工具ごめん収納庫、ジルノーブルも例外なくついてます。こんな感じね、これはもう全部一緒ですね、ここついてます。で引き出し式っていうのはまあジルだけなんだけれども、これもオプションで、発電機の乗せるアイボックスをつけると、ここの引き出しの部分はなくなって発電機の箱になります。この窓とかのサイズとかも変わっていなくて、上もそう、全部この辺の窓も新しい窓に生まれ変わってます。トイレの部分と、給水タンク、こちらもちゃんとついてますね。うん、この辺りは全部先代のジルノーブルと変わらない仕様になってます。ここが、エアコンの室外機になってます。これ前のジルノーブルと変わんないかな。うん、でその下、ここも鍵付きの収納庫、中 FRP になってるんでお掃除も楽々です。ここもね意外と広いんだよね、こんな感じ。うん、ここさすがにちょっとここ通気入れないけどね、入るかな。入れないか、入れないね、はい、やめておきましょう。結構ここもいろんなもの入るんで、うん、すごくいいかなと思います。こういうねラインとかもねこう綺麗に通してるでしょ。で実はあの燃料タンクの方から来てるんですよ、あれ、ほらほらね、よく考えられた綺麗な線ですね。
はい、ということで今回ねジルノーブル紹介していきました。中もね実はしっかり変わってるんでね、そのあたりまた改めて紹介していきたいななんて思います。ということで以上バンテックス池がお送りしました。